山梨資料館、三名蔵法運寺は、兵庫県三方郡上町村岡区にある天台宗の寺院。本尊は、釈迦尼如来、山梨の僧母大寺である。寺後の、東林山陽安院法運寺はに由来すると言われる。江戸時代以前の法運寺に関する記録はなく、不詳ではあるが、数々の資料などにより、下記の歴史遠隔が考えられている。法運寺のある、 現在の兵庫県三方郡上町村岡区周辺は南北朝時代より七尾の将と呼ばれており将来のほとんどは花園、明神寺、第二世寺沖な宗室の荘園であった宗室は俗名を藤原藤房とも言われており五代醐天皇の側近で剣部の神聖の一番の功労者であったと言われる。平和元年80歳の時に 七尾将に自ら発願し法恩寺を建立し、父母や先祖の母代を供養するとともに、荘園の万所として土地の管理に当たらせていた。江戸時代、山梨氏の着流である山名報告は、江戸幕府より七尾将一帯六千七百国を与えられ、交代より愛表を保礼衆となった。交代より愛は、参勤交代することが義務付けられていた初代名と異なり、 参勤の強制、義務ではなく、自発的に行うものとされていた。このため、報告とその次の当主、法政は敬愛や江戸で暮らし、七味省には足を向けた形跡はなく、同地の行政は国家老が行っていた。元六十九年、三代当主、のりゆたかが、法地に入部し、陣屋をうさぎ塚から黒野に移し、村の名前も、黒野村から、村岡村へと改め、 新たな城下町づくりを行った。の豊は、黒野の法恩寺を、山梨歴代の菩提寺と定め、鎌倉時代以来の宝パイを治めて、名門、三名宗家としての祭祀を尽くした。また、の豊は、法恩寺の名称を父、のりの法名、法運を当てはめ、事号を、現在の法恩寺に改めさせ、合わせて、のり自身が熱心な法華行進校舎であったため、 宗派を臨在宗から日蓮宗に変更された。しかし、当時の徳川将軍家は、天台宗と浄土宗を信仰しており、その後、のりゆたかは、音義宗という将軍に近しい役職上からの判断もあってか、天台宗へと宗派を再び変更し、現在に至る。ありがとうございます。